え、前髪は今日はさ、どういう感じの感じの感じ？シンスルっぽいけど、そのガッツリじゃなくても、うん、で今の感じでバーニングチョロリチョロリしたらいいか。結構さっきビューティー系の撮影多くない？多いですね。なんかさ、めっちゃ可愛い、なんか海みたい、海じゃない、水みたいなやつ。あ、水みたいなやつ、うん、これなんかすごいんですよ、これが。え、何これ？何かで固めたやつをなんかワセリンでひっつけて。あ、ワセリンでひっつけてるんだ。つけてピエンみたいな。え、めっちゃピエンピエンですよね。私バームさんプロデュースしたんだよね。え、今使ってるやつですか？え、そう。え、すごい。こちらです。こちらです。なんかホホバオイルとバイオでできてるバームだから。ホホバオイルってあれですよね。え、そう、美容にいいやつ。あ、いいですよね。だからお顔にも使えるの、それ。スキンケアにも使えて、なんか塗ったりもできるし、リップにもなるし、そう、なんか全身いける。髪も潤うからめっちゃいい。へぇ、保湿力高めでございます。すごい、てかかわいいね。かわいいよね。なんかね、イラストレーターのね、柏木月子ちゃんとコラボした。えぇ、ー、すごい。一回つけてみましょう。どれがいい？どれでも好きな、かわいいやつ。どっちもかわいいね。ちょっと一回ちょうちょ。すごい。え、かわいいね。これか。じゃあちょっとこっちにはこっちつけて、どっちにするか見てみよう。過酷っていうのはこっちだけど、好きなのはこっち。こっちえ、どっち、こっち合わせにする。でも好きな方に行く。こっちにする。ピンク色とカラシ色は着たいなと思っているので、最初にピンク色、茶色も可愛いかな。まだ誰も着てないから、リサが流行らせるしか。じゃあカメラ、こんな感じで来たいと思います。行きたて？行きたて、さっき。髪を今回は染めたんですか？いや、アレンジだけしてもらいました。あ、コーデのポイントは？コーデのポイントは靴下のイチゴですかね。かわいい。はい。ハートになってるし、
じゃーん。ポイントは？ポイントはカエルです。全然そういうことない。カラシですね。人気のやつ。かわいいカエルです。確かに。ありがとうございます。一緒。